はい、お疲れ様です。元木チャンネルです。今日はセリギーでは2023年7月、9日の日曜日です。昨日の深夜か今朝の早朝に帯広に帰ってきました。これはちょっと省略します。昨日ディスタンスタイムトライアルの網走大会に行ってきたんですが、マヤカ・ジェルシャ・ユリさん、私とツーショットをしてくれてありがとうございます。声かけるとき非常に緊張しました、ね、お茶目なポーズをとってくれてどうもありがとうございます。で、昨日帯広に帰ってきて勝ち前トカチン毎日新聞買ったんですよ。で、はい、テレビがない我が家にこちら帰ってきて、で すぐ寝たんですね。なんか 足の調子悪くて、ね、寝てるっていうか足つるんですよ。まあまあいや、で、はい、先ほど、まあ、今朝になって起きて、国連ディスタンスチャレンジ網走大会の女子 1500m の編集しようと思って、まず ライブ版の方で、ラップタイム調べたんですね。で、ラップタイム調べて、で、サムネイルはここにしようかなと、ある程度不安を持って、動画編集しようかなと思って、で、ちょっと勝ち前、トカチン毎日新聞ですね、勝ち前を見ようと思って見たら、はい、大ニュースがありまして、これですね、新聞もちろん、はい、編集者の皆さんが作った著作物なんで、これは、ぼかし入れます。これですね、写真載ってる、いいですか、写真載ってるんですよ、トカチン毎日新聞。これが一目二奈さんで、多分ダイナミックな走り方かなと思います。中学1年で4月の大会かな、 800m で中1歴代2の記録を出したんですが、ウィキペディアの 800m 競争で中学高校は学年別で歴代5月まで載ってるんですが、ずっと更新されてませんで、中1歴代2の記録を出したけどずっと更新されていない。おびね、ネットの記事、月刊陸上競技のツイッターかな、月陸さんは人見稲さんの中1歴代2位のことを取り上げてるんですけど、ネット上ではあんまり人見さんの存在が、はい、広まっていないんですね。多分十勝陸橋や北海道陸橋の思惑もあるかと思います。で、人見稲さんが何かの大会に出るということで、念のため十勝陸橋の人に聞いたら動画撮影はダメと言われまして、まあ、選手の保護みたいな感じで、でも、十勝毎日新聞は写真に載ってますよと言ったら、勝ち前はいいんですという、いわゆるメディアはいいけど、YouTuber はダメという、メディアの正体、皆さん分かります？メディアの正体、半日ですよ、半日。十勝陸橋、北海道陸橋は日本のことを嫌ってるのかなと、まあ、はい、多分日本のことを嫌ってるんだと、まあ、前に動画出したんですけど、日本陸連。あれ、日本人選手のこと嫌がってますよね。で、人見稲さんが中1歴代1位かな、中1歴代の記録を更新と。で、先ほど、ウィキペディアの 800m 競争を見たら、はい、人見稲さんが中1歴代1位の記録に更新されておりました。ちょっと台本読みます。人見稲さんが2分11秒65の中1歴代新記録を出したのは、大会名は、第69回全日本中学校通信陸上競技大会十勝大会ですね。ですけど、勝ち前には第69回全日本中学校通信陸上競技大会十勝会場とか出ました。十勝会場、会場、まあ、場所は、はい、帯広の森陸上競技場です。で、そこで 200m が20秒61予選ですね。これが国標準と書いてあるんで、全中の標準記録を突破したということだと思います。で、大会は7月1日2日で、2日間何日1日か2日に充実したのかは分かりません。 200m20秒61、 多分自己ベストですね。で、800が2分11秒65、自己新です。これも国標準と書いてあります。全中の標準記録を突破したということかな。で、勝ち前によると、全中には1種目しか出れないということで、800に焦点を絞ると、800m の方に全国大会行きたいなということです。その800m ですね、200m の通過は29秒。私が、はい、現役のアスリートの頃、全力出して29秒ぐらいだったんですけど、400m の通過は61秒。で、600m 通過は1分35秒。
で、そこら、いやいや、ペース落ちたけど2分11秒65で、11歴代1位の記録を更新したと。ひとみにいなさんは、100メートルもやっておりまして、まあ、小学校の時、全国大会100メートル2番だったんですよ。中学校の時のベストは12秒81ぐらいだったかな。12秒8台ですね。で、4月、十勝選手権では、高校や大学生に混じって12秒74で6位、12秒74が自己ベストですね。1500は、確か4分46ぐらいが自己ベストだと思うんで、長い距離、まあ、持久力系も、まあ、優れてることは優れてると。ですけど、短距離も速いんで、800メートルはまだ、タイムは良くなる可能性があると思います。ひとみ絹枝さんっていたじゃないですか。多分女子の、他の種目は分かんないんですけど、女子の陸上競技では、初のオリンピックメダリスト、銀メダルですね。ひとみ絹枝さんは短距離か幅跳びに出る予定だったんですけど、オリンピック。出ることができなかったか、惨敗に終わったので、急遽800メーターに出場したら、銀メダルだった。で、女子選手の800メーターでは、厳しすぎるということで、ルール改正かなんかあったと思うんですけど、ね、ちょっと忘れました。ひとみ絹枝さんですね。前回もひとみ絹枝さんを、まあ、テロップ文字入れで、そのルール出したんですけど、消化してわかりませんで、ひとみ絹枝さん、非常に期待される、将来性有望な選手ですけど、ドルーレー朱里さんでシェリさんでいるじゃないですか。あれも報道関係写真や動画は控えてくれということですけど、新聞社とかメディアはいいみたいなんです。ひとみさんは十勝立教の話によると、写真は動画は控えてくれということですけど、勝ち前はいいということなんですが、全中の全国大会に行ったら、報道とか写真とか動画とかどうするのかなと思います。ドルーレー朱里さんは、今度のホクレンディスタンスチャレンジの最初の第5戦、千歳大会にも 1500m エントリーしてるんですけど、写真や動画は控えてくれとかいう通知は来ていないようです。ドルーレー朱里さんのホクレンディスタンスの、動画とか規制するのかって、まあ、ライブ配信もちろんやりますよね。ライブ配信どうするのかなと思って。それはちょっとあんまり言わない方がいいな。千歳、僕、レンジスタンスの千歳大会も動画撮影行く予定です。昨日一緒にツーショットしてくれた麻薬家自流者ゆりさんかな。どうもありがとうございます。今日はちょっとこの動画編集してアップするんで、昨日の女子3000のは後日出しますんで、期待して待っていてください。はい、失礼します。